アルビール国際空港はイラククルド自治区の都市アルビールにある国際空港である。この空港は1970年代初期にイラク軍の軍事基地として建設された。2003年のイラク戦争後はクルード自治政府がその管理を引き継ぎ5億5000万ベドルを費やして建設された新空港が2005年にオープンした。この改装によって 比較的低地にある民用可能な空港としては、世界屈指の長さを誇る4800メートルの滑走路のほか、VIP 用の設備も備えた本格的なターミナルビルも保有するようになった。クルド自治区は石油や天然ガス等の資源に恵まれている。近年、この地域への投資が急速に増加しており、同時にビジネス需要も高まっている。そのため、この空港に就航する、 航空会社も年々増加している。2021年現在もアメリカ軍が駐留を続けている。同年9月11日には空港近くで爆発物を積んだ無人機による攻撃があった。ありがとうございます。